それでは大きな2番の続きで今度は5番になります。図が書いてあります。ABCDE5 つのマス目、これをこの上にコマがあって白と黒となってるんですけど、今赤と黒にしました。こっちが白だと思ってください。大小2つのサイコロを、同時に1回投げて大きいサイコロが出た目の数だけ白いコマを A から B、C、D、E、A、B というふうに回すということですね。ですから確認すると1が出たらここですね、2、3、4、5、6ということになります。そして小さい方のサイコロは今度桂馬というみたいですね、1個大きいですね、1、2、3、4、5、6とこういうふうに動きますよということです。さてこの時に、白いコマと黒いコマは同じマス目に止まるということは、大きい目で出た、数進んだものと小さい目で進んだものとが同じ位置に来るということになりますね。さてこの時に、どんな確からしさがあるかということですね。まず2つのサイコロを1回だけ投げてますので、まず分母を確認してみましょう。確率の問題、まず分母を確認しておきます。2つのサイコロを投げると111213から始まって212223243始まって、6×6 で36通りの組み合わせがあります。6に12って間違える人多いですので注意してください。6636通りあります。であとは分子ですね。さてそうするとこれは、場合の数といいまして、白い方が B に止まる場合、つまりまあ大きい方が、1が出るということですね。もう一つ実はあるんですけども、とりあえず1が出る場合とを考えます。そしたら小さい方がいつ出たら B のところに行くかということですね。さあ両方とも B で一緒になる場合を考えてみます。台は1です。1ですね。さあそしたら今度小さい方は1、2、3が出ないといけないですね。これで B のところで一緒になります。4、5、6で小さい方が6出て B まではもう行きませんね。ですから台が1であれば小は3とっていうことになります。それで B に白いのが来るのは1だけじゃなくて1、2、3、4、5、6でも来ますね。したがって台が6で小はもう B に来るのは3しかありませんのでね、これで2通りありますねということになります。さて今度は、白いのが C に来る、そのためには台が2が出なきゃいけないということですね。1、2です。じゃあ小はいくつであればいいかってことなんですけれども、1、あ、ここでいきなり C に来ますね。1、2、3、4、5、6でも OK ですね。従いまして台が2の時に1と6があるということになります。これで 1,2,3,4 通りありますね。さあ他にはないでしょうか。D に白い駒が D に来る場合ということは台が3でということですね。そして小ここに来るということですので1、2、3、4
これで同じところに D に止まりますね。でこれ以上はなさそうですね。今度は E。 E というのはまず大きい方が1、2、3、4、台が4です。で小さい方 E に来るということは1、2ですね。3、4、5、6 E までもう行きませんね。ということで小が2です。4、2、これで、E のところに止まりますね。さてそして、A で一緒になるということも、考えられますね。 A で一緒になる、0はないですから、白いコマが一周してくる。1、2、3、4、5が出た。これでありますね。それから、今度小さい方、黒い、コマですけども0はないですから1、2、3、4、5ですね。小も5ということになりますね。で大きい方が6になるというのはもうやっちゃいましたので含まれてますね。ということで1、2、3、4、5、6、7通りあります。ということで答えは36分の7とこういうふうになります。間違えずにしっかりと数えていきましょう。さてそれでは6番です。作図の問題ですね。ホワイトボードにちょっとコンパスがないので手書きでいきますので、頑張ってください。作図の問題、基本的に中学校で習うのは大きく言っても2つしかありません。で1つは、垂直二等分線、もう一つが角の二等分線、この二つを利用していくというのが中学校での作図です。で小学校の時にコンパスを使って等しい長さを写すなんていうのをやったと思いますけれども、それを使う場合もあります。で、例えば正三角形を描くなんていう時に一つの辺を描いておいてそれを同じ長さコンパスで写していくというような問題ですね。そういうこともあります。ここではそれをどうも使いそうなんですね。さてまずですね、AB から遠距離にある点、AB から遠距離にある点、遠距離にある2点から遠距離にあるというのはこれの言い換えなんですね。垂直二等分線の言い換えですので、注意してください。ここを引いてもいいですし引かなくてもいいですけど一応垂直二等分線ということですので引いておきます。で垂直二等分線、ここから等しい距離にあるということは垂直二等分線上にあるということですね。これは後で書きます。さてそれから今度は BPC P がどっかにあるんですね。 BPC の角度が30度ということになりますね。こ
から遠距離で30だと。このイメージはそういう感じです。はい、それではコンパスないですけれども、作図してみます。まずこの垂直二等分線の作図は、等しい距離、等しい半径で2つ弧を書きますね。B と A にコンパスを当てて、こういう凸レンズみたいなのを書けばいいわけですね。で、この交わってるところ同士を結んでいって、まあ、どこまで行くか分かりませんので、ちょっとかなり伸ばします。と、求める点 P はこの直線上にあるということになります。さて、それで今度30度っていうのをどういうふうに考えるかっていうことですね。で、30度というのは、60度の半分と考えることができます。じゃあ60度はどうやって作るかというと、60度は正三角形、これが手がかりになります。ということで、ちょっとまだ見通しが立たないかもしれませんけれども、 BC を一辺とする正三角形を書いておきます。と、 BC を一辺とする正三角形っていうのは、同じ半径で弧を書いてやればいいですね。そうするとこれが正三角形になります。都合によりこう O とします。で、これで60度が作図されているわけです。この60度をなんとか利用しようということなんですね。ところで、点 P っていうのはこの上にありますから、 BPC っていうのはまあ、こうかこうか分かりませんけれども、この上になきゃいけないですね。ここに30度作るとか、ここに30度作るとか、ここに30度作るというのはこれでできるわけです。ところがここに30度作んなきゃいけないですね。さあどうしましょうか。そうです、ここが60度ということを利用します。さっきここを O と書きました。ここに写しますけれども、分かりますか。ここを中心とする円を書くんです。中心角、円周角という関係です。さあ、こう円をうまく描けるかどうか分かりませんけど、ちょっとこっちが長くなっちゃいましたけどね、許してください。そうすると、ここが中心角ですから、この弧に対する円周角はどれをとっても30度な30度なわけです。だからここだって30度と。いうことになるわけです。いかがでしょうか。ここはちょっとイマジネーションが必要ですね。中心角、円周角。こことの交点ですから、この直線上になきゃいけないですから、点 P はここということになります。さて、この作図においてはこれがないといけないでしょうね。それでこれを書きますね。そして次にこれを一辺とする正三角形を書きます。別に正三角形書かなくてもいいんですけれども、これとこれは絶対必要です。この点をまず書きます。そしてこれを半径とする円を描きます。その円周が
この直線とぶつかったところ、そこが P ということになります。いかがでしょうか。まあ、ちょっと作図の問題としては難しい骨の折れる問題だったと思います。